今回新しいことを始めた。サッカー選手を目指している方、このチャンスぜひ使ってください。自分の思いはこんな感じです。僕は今後こうなりたいですっていう思いに僕らが共感したら、そのトライアウト費を大きな全額出す。サッカーの夢をつかめ、高取り。サッカーしたいっていうのがやっぱすごいあって、だからちゃんと数えた4ですか。カンプノを目指す前にまずそこを、その進学っていう道を選ばなかった理由って何ですか。なんで海外なのかなみたいな。別に日本で、いや、その途中で怪我しちゃったんで。なんで聖和学園に行こうと思ったの。大学院とか聞いててシビアかな。なんで行ってくるみたいな。まず、これから。で、挑戦者の方、まずお名前と、年齢を教えてください。矢作翔馬です。年齢は21歳になります。21歳。21歳です。お願いします。次に、お願いします。支援者の方、森影さんから。順番にお願いします。名前は森影秀平で、今全国でサッカースクールをやらせてもらってる、RWS ドリブル塾代表の森影です。で、一応僕の、選手、歴は中学校は、武南ジュニアユースっていう武南高校のいわゆる下部組織みたいなところに行って、で中学校の時も、県選抜と、関東取り戦落ちちゃったけども、で中学校の時高本の宮杯も出て、で高校をそのまま武南高校に上がって、夏全国インターハイ行けて、でも冬の最後選手権はちょっといろいろあって試合出れなかったんですけど、でその後高校卒業した後新潟のジャパンサッカーカレッジっていうところに行って、で半年ぐらいで辞めて、そこで僕の選手歴は終わった感じです。今日お願いします。お願いします。はい、改めまして木村リカルドと申します。よろしくお願いします。はい、ちょっと日本とスペインのハーフなんですけど、日本語しか喋れないんでご安心くださいはい、という感じでして、僕の簡単なサッカーの経歴で言うと、地元の中学、小学校中学とかでサッカーやって、高校は京都 の関西なんですけど、京都立花っていうところのサッカー部でプレーをしていましたと。で、今はもうサッカーには関わっては、直接的には関わってないんですけれども、転職支援のゼロタレントっていう人材系の会社を経営させていただいてまして、主に大学卒業してない方だとか、昔何かしらやってきたけど経歴が良くない方向けに転職だとか、仕事の支援みたいなところをやってるので、なんかサッカーっていうところにプラスアルファ、人間力的なところを今日は見れればなと思ってるので、よろしくお願いします。今はパーデック対人スクールという小学生にサッカーを教えるサッカースクールをやっていて、中学校は武南ジュニア、森影と一緒で、でそこから一緒で武南高校に進ん で森影の1歳年上になるんですけど、で武南高校を卒業後は、特待生で東京国際大学に進学してサッカーをやってました。サッカーの経歴は以上です。今日よろしくお願いします。初めまして、中村俊介と申します。中学校から浦和レッズの下部組織で高校までやって、で大学は専修大学って言って、当時は関東1部リーグだったんですけど、そこで4年間やった後に多分同じように海外でサッカー を目指していて、そこから海外でトライしてプロサッカー選手として4、5年間海外でやって引退して、今はその経験を生かしてその海外に行きたい選手たちをサポートする仕事をしてます。よろしくお願いします。そしたら、挑戦者の方にまず、こちらの支援者の方に向けてホワイトボードを使ってでいいので、簡単に経歴をちょっと書きながら、ご説明してもらえればと思います。経歴ですか？はい、簡単なやつでいいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。小学校はその地元秋田の CM で、スポリティフ秋田っていう クラブチームでやっていて、中学校1年生までその、ケントレッセンには一応入ってたんですけど、
まあ、その小学校の時はあの日韓のやつで代表して韓国に行ったりとか、あと北関東選抜っていう関東のなんか最後の6年生の時にある大会とかには一応参加したっていう形です。で中学校も同じくスポルティファーキタです。中学校の時の成績っていうのはそうですね、全国大会とかも出場してなくて本当東北大会で止まったっていう感じです。で高校が宮城県の聖和学園高校で3年間やっていて、で自分入った当初一番下のカテゴリーからのスタートで、でまあ、そこから、まあ、誰よりもそうですね、実習練とか、まあ、練習も意識高く取り組んできて、でも自分としてのその聖和での目標が、でも聖和に入ってトップチームに入って選手権に出ることが目標だったんですけど、自分はその B チームのキャプテンというところまでしか這い上がることができなくて、でそのまま卒業して、で高校卒業後にスペインにトライアウトに行きました。で最初そのトライアウトに行った時に自分4部のとこにトライアウト中にその腰を2箇所のヘルニアになっちゃって、で帰国してきたんですけど、その秋田でそのリハビリしてたんですけど全く良くならないっていうのと、本当寝たきりの生活が続いて、でそれでサッカーする環境も全くほぼなくて、月1回活動あるかないかっていうので、で自分自身その怪我した時にあのちょっと旅行する時間があったので、で帰国するまでの間カンプノーとかサンティアゴ・ベルナベルとかに行って、やっぱ試合見た時にやっぱ自分もこの大きい舞台でやっぱサッカーしたいっていうのがやっぱすごいあって、その帰国してからリハビリやってたんですけどなかなか良くならなかったので、今年の2月から東京に引っ越してきて、その腰の治療とサッカーする環境を求めに引っ越してきて、で今はやっとそのいいトレーナーとも出会えてトレーニング積み重ねて、本当先月とかにやっとサッカーができるまで復帰できたっていう段階です。が今の経歴。なるほど、ありがとうございます。経歴とか聞いてね、聞きたいことがある人とかいます？秋田から聖和学園に進んだ理由が聞きたいかな。秋田にわざわざいたわけじゃん、はい、そこからなんで聖和学園に行こうと思ったのかなっていう。そうですね、その小学校5年生の時に中学校の時のコーチがそのちょっとドリブルを結構ベースな練習してるチームで聖和を紹介してくれて、で秋田になんか試合をしに来てくれた時に連れてってもらって見に行った時にすごい面白いなっていうのがあって、でここで自分もやってドリブル上手くなって全国でああいうプレーしたいなっていうのがあって行きました。さっき途中で話あったと思うんですけど、あの実は中学校の時だよね。そうです、7年前に1回会ってて、でなんでかっていうと、このスポルティフ秋田っていうチームあるじゃないですか。で僕がそのと今の RWS ドリブル塾を作ったばっかの時に、そのスポルティフ秋田の代表の人にいわゆるお金を払ってドリブルを教えに来てくださいって言われて行ったチームがスポルティフ秋田で、その時に僕一回教えてるんですよ。それをなんか DM でもらって、なんかすごい縁があるなみたいな、で実は森影さんの教わったことあってみたいな、結構なんかストーリーがあるじゃないですけど、であとあれだよね、あの YouTube も彼やってて、で1万人ぐらいだったら登録者数いてみたいな、で結構スポルティフ秋田は僕も行ったんですけど、ドリブル系の結構チーム、だから多分聖和行ったんだろうっていう多分。え、ちなみにその聖和行った時って関係ないかもしれないですけど、はい、寮やっぱ寮ですか？いや、自分その寮に入らなくて下宿に。下宿？はい、その聖和での練習会があって、そこで良ければ多分、まあ、寮に入れたりとか、いい選手は寮に入って、で自分はそのいい方の推薦もらえなかったので下宿っていう感じになりました。聖和って誰でも入れるんですか？そのそもそもそのいい悪いって言ったじゃないですか。誰でも入れるんですけど、その寮に入るとなると、あの多少能力あったりとか上手い選手とかで入れるは入れるんですけど、その代わり、まあ、下宿生活とか今入ります。でも全員そうですね、だから来るも拒まずっていう感じです。
一番気になったのがその怪我をしている腰のところの状態次第、僕らとしてはまあ応援する立場なんで、はい、まあ、応援はしたいけれどもそこが完璧に治るのかみたいなところが一番正直聞いててシビアかなみたいなところがあって、そこのなんか見込みとかはフルでプレーできた時と同じぐらいまで回復する見込みはあるって感じなんですか？今試合やって終わったの痛みもなくて、うんうん、でもその練習もちゃんと参加して、うんうんうん、で痛みも本当ないので、その自分的にはあと体を作っていって、うんうん、まあ、今よりも体を大きくして速くしてっていうのが目標になります。なるほど、はい、スペインな南部でやってたんでしたっけ？スペインのやってたんですよ、4部のトライアウト最中に出すぐなっちゃった、うん、なるほど。俊介4部のそのトライアウトそのなんかどんな感じなの？やっぱ実際エージェントっていうかやられてると思うんですけど、上からちゃんと数えた4部ですか？そうです、自分が言われたのは4部って一応言われました。ちゃんとした4部だったら結構レベル高いです。めちゃくちゃ多分プロ契約とかでしかプレーできないカテゴリーになります。に受けてダメだダメだ、受けてる最中の時に腰怪我しちゃって、その2週1週間か2週間その練習参加するって形になってて、その最中になっちゃったっていう。本当行ってすぐ1ヶ月、最初 2,3 週間日本人でトレーニングがあって、日本人練習でトレーニングしてからそのセレクション受けに行くっていう形だったんですけど、そのセレクション中の2週間中で腰をやっちゃったっていう。確かに怪我ですよね、うん、一番心配なのは。そうだね、うん、なんかすごい多分こう、まあね、挑戦もしてるけど、うん、怪我がどこまで回復してっていうところが一番、まあ、状態は今は良くはなってきてるっていうことですよね、はい、だいぶ。あとなんか逆に言うとなんですけど、まあ、プロに行くっていうところを志してやってると思うんですけど、そのまま大学に行くっていう道を選ぶ人は結構僕比較的多いんじゃないかな一般的にって思う中で、その進学っていう道を選ばなかった理由って何なんですか？最初自分の大学行くかそれ迷ったんですけど、うん、そうですね、単純に高校の時に清和でブラジル遠征に行って、そこの海外で そのハングリーさとか、こう なんていうんですかね、思い通りにできない環境になんか自ら飛び込んだ方が成長できるかなっていうのを純粋に思ってて、大学じゃなくスペインに行こうと思いました、はい、逆に言うとサッカーする環境が整うわけじゃないからプレーできる時間だとか練習の環境が整わないリスクもあるかなと思ったんですけど、はい、その辺はあんまり考えなかったですか？そうですね、そこを最初はその下からでも這い上がってやろうと思っていたので、うんうんうん、あまり思ってなかった。なるほど、はい、これも聞いていい？スペイン、その清和学園からスペインに行った時に、スペインに行ったその費用があると思うんだけど、はい、それはどうやって行ったのかなっていう。最初そうですね、自分夏に高校卒業してから夏に行ったんですけど、それまでの夏の期間でアルバイトして、あと親から少しお金払ってもらってっていう感じで。いくらぐらいかかったのか気になるね。うん、そうですね、ぶっちゃけ全然全然全然だいたいその2年間まで一応留学みたいな形でなってて、うん、でも大体多分200万とか250万とか。2年間住んでたところ？いや、その途中で怪我しちゃった。怪我して帰ってきちゃったけど、本当は2年ぐらいいろいろ受けて回る予定だったみたいな感じなのかな。そう、最初多分留学、トライアウトもするんですけど、一応留学みたいな感じ。うん。で、200万ぐらい。そうですね、250万とかの、うん、そのうちのいくら自分でアルバイトで？そのうちのそうっすね。ぶっちゃけ。と、大体30万とか40万ぐらい。すごいね、うん、それは。バイト、そうですね、朝その掛け持ちしてやってて、その朝と夜、うん、秋田にいた時は、うんうん、であとはその親がその昔からとも自分のために貯金で貯金でそこを切り崩してくれたっていう。あと今何してるか知りたいかも。今東京に秋田から引っ越してきてるわけじゃないですか、うんうん、で今こっちで一人暮らしですよね、はい、家賃とかも多分仕事してる。あ、そうです。今正社員かなんか働いてるんですか？いや、違う、その今所属してるチームのオーナーの人がその店をなんていうか回収買収して、でそこの店で働かせてもらってるっていう。今のチーム名聞いてもいいですか？そうです、東京都2部の FC フェニックスっていう。そうそう、してる。東京都2部の
東京都2部だとどうなのレベル。そんな高くはないです。ああ。スペインに行った理由は普通にスペインサッカーがやりたかったみたいな感じですか。多分他にも選択肢があったと思うんですけど。そうですね。一番にそのスペインのサッカーが好きで、その理由も一部にあります。うんうん、今行きたい国とかそういう話も大丈夫ですか。お今行きたい国とかそういうのもあったりするんですか。自分もドイツに将来チャレンジしたいなって思った。それは理由もありますか。なんかそうですね、最初その自分がそのサッカーで食っていくためプロになるための過程を考えたときに、最初そのヨーロッパの小国を行くのかそれともドイツから行くのかっていうのをすごい迷っていて、でも自分的にその体をしっかり作り上げて語学もやるとなると、まあ、1年後が一番その自分のベストなコンディショニングでいけるのかなと思っていて、その時にヨーロッパの小国とその外国人枠がないっていうのがあって、でそうなるとちょっと1年目からそれは厳しいかなっていうのがあって、その外国人枠がないドイツの、まあ、下のリーグからでも入っていこうかなと思ってドイツに決めました。ちゃんと考えてますね、うん、意外と、うんうん、そこは結構あるかなっていうところで、なんかその、まあ、サッカー選手って言っても、まあ、いろんなこうサッカー選手がいるわけじゃないですか。最終的に自分のこう夢とかっていうのを聞きたいなという、どんなサッカー選手になりたいとか、どこで最終的に何をしたいとか。一番の夢はカンプノーでそのバルサにユニを着てプレーしたいっていうのが一番です。今何歳でしたっけ。21歳です。21歳。はい、21歳。ぶっちゃけその俺もそうなんだけど、その自分のやっぱ夢とかって大きければ 大きいほどいいと思うし、俺も夢とかをずっと笑われてきて、でも何クソ見返してやるって言って頑張ったけど、ぶっちゃけ今21歳で、で現状は今東京都2部、うん、でバルサの10バルサの入ってプレーするってなると、今現時点でじゃあ久保建英選手とかああいうスーパーの選手が多分同世代ぐらいですよね、はい、であの選手ですら今レアルを1回出てやってるわけじゃないですか。本気で自分がバルサのユニフォーム着てカンプノーに立てるっていう思ってるのかなみたいな、うん、俺だったらぶっちゃけもう21とかだったら正直そこをなんか見れない感じはしちゃう。どうですか。そう、常にあの朝起きてからと寝る前はもう常にイメージして生活するように意識していて、で例えばその食生活とかもそうなんですけど、そういうとこもなんかきついなっていうか、なんかそのトレーニングのとかの時もその今やるべきこととその私はちょっときついなって思う時もその夢のことと天秤にかけて常にこっちを選んでる自負があるの でそれを常に生活あの選択して生きてきてるので、その今年やってからなんですけど、その夢をあの明確に決めたのはそこの、そうですね、自信はあります。で、清和学園で、まあ、B チームでキャプテンみたいな感じって言ってたじゃないですか、はい、これトップチームでレギュラーになれなかった理由って自分の中で何が問題だったみたいなのってなんとなく分かります。そうですね、そのずっと自主練習とかもトレーニングとかも、まあ、本当誰よりもやった自信があって、でもそのがむしゃらにただやることをやっていて、うんうんうん、でそのトップチーム、その清和でのトップチームに必要な選手とは何かっていうのを考えれてなかったなっていうのがあって、で例えばその清和だと、まあ、ある程度みんなドリブルができて、でそれプラス、まあ、対人能力、ヘディングが強いとか、そうですね、まあ、ボールダッシュ能力とか、あと絶対に点を決めるエースとか、でその武器が自分にはなかったなって、そのドリブルだけを磨いていて、でその1個武器、もう1つの武器をつけれてなかったなっていう。なるほど。で、まあ、ドリブルは武器の中で、他の武器は今後、まあ、多分清和学園でレギュラーになれないんだったら基本的にプロになれないみたいな、なんかイメージだと思うんですけど、正直言うと逆に言うと今ここからどういう武器作ろうと思ってるとかって、そういう戦略とかあるのかなっていう。自分はそうドリブルがやっぱり一番武器なの でそこからのシュート、まだ武器というほどはないんですけど、そこからのシュートと守備
がすごい得意なので、高校の時ずっとセンターバックだったので、その試合のプレーを読む力とかもあると思っていて、そこの守備への今の時代のサッカーってそのオフェンスだけできてもダメだと思っているので、この守備の貢献度とその自分で剥がして決めきる力っていうのをもっとつけていきたいなと思ってます。なるほど。ちょっといいですか。なんかさっき具体的にポジションのどうのこうのみたいな話とか、プレーっていうのを、まあ、まだあの支援者の方々そこまで知ってないと思うんですよ、まあ、今言っている言葉の中での、まあ、イメージになっちゃうと思うんで、ちょっと今の時間で軽くあのプレー映像を4人の方々には一回見てもらって、その上でまたちょっと再スタートできればなと思います。プレープライあると思うんで、多分僕送らせてもらってると思うんですけど。なるほど。てかあとめっちゃ疑問なんだけど、これ今日本で東京都2部でやってるけど、その結局はそのカンプノーとかでプレーしたいって言ってるじゃん。ってことは日本でまず上目指さないと、そこって現実的に日本とじゃあサイスタで試合するのとカンプノーで試合するのどっちが簡単って言ったら多分サイスタ、日本人けどサイスタでじゃあ4万人の中プレーしたことあるって言ったらまだないでしょじゃん。ってことはカンプノーを目指す前にまずそこを日本でクリアしないと段階踏めてないんじゃないのとか、まずじゃあカンプノーいけるって本当に思ってるんだったらそこでまずプレーできてるんじゃないのとか思っちゃうんだけど、はい、その日本でじゃあ今東京都2部でやってる理由、その東京都1部とか関東1部とか関東2部とか JFL とかじゃなくて、あ確かに、ね、東京都2部でやってる理由が知りたい。そっちもちゃんとリハビリして始まったので、その最初にその最初なんていうかサッカーできる状態じゃなかったので私は2部に入ったっていう感じ、うん、そのチームに入ったのはいつ？このチームに入ったのが今年の3月。今年の3月で、その時に同時にサッカーもやって復帰したっていう。あ、まあ確かに、なんかそのカンプノーが夢だった今のルイヤ君の意見ってめっちゃ納得して、確かにわざわざその海外に行く必要がないのかな、 なんで海外なのかなみたいな。別に日本でじゃあトライアウト受けてその海外にこだわる理由とかをなんか多分その聞きたいかなみたいな、なんで海外じゃなきゃいけないのかみたいな。最初が別に変な話、日本でトライアウト受けて、うん、で行っててもいいわけじゃないですかっていうのをなんか聞きたいな。日本よりもそのドイツだとそれこそ5部とか6部でもその住むところとかと多少ドイツにその清和の同期とか友達とかでサッカーやってる人がいて、でもそのドイツにその6部とか5部でも、まあ、家もあって、でその日本で、まあ、今自分2部なんですけど、2部とか1部とかでも、まあ、お金は出してくれるとかはほぼないですし、でそれだと自分で大体の半日ぐらいは働かないと生活できなくて、でそう考えた時にその今自分フィジカルも全然まだまだ足りないので、そこに時間当てるって考えた時に海外の5部とか6部行ってそのサッカーだけでまあ多少なんていうか生活できる、そこで生活してその体フィジカルも上げれる時間帯を作りたいなっていうのを考えて海外かなって。俊介ぶっちゃけプレー、まあ彼あのエージェントの会社がこう仕事をやられてて、まあいろんな多分選手を実際にこうまあいわゆるこう送って、で多分分かる、でも彼結構経験あるわけじゃないですか。その、まあ、この選手だったらこのレベルいけるなとか、やっぱ俊介も今すごい送ってきた人だって。そうですね。でぶっちゃけ今プレー見てその俺俊介のあれとかを知りたいなみたいなこう感覚っていうかみたいな感じで、まあ直接見てるわけじゃないから難しいと思うんだけど、はい、まずそのドイツ海外に行きたい理由が確かにその通りっていうのはあってて、うん、そのドイツとかだと5部6部のカテゴリーでもまあそれは能力によるんですけどお金がちょっともらえるんですよ、うん、まあでもその部分は働きながらって多分本人も知ってると思うんですけど、働きながらにはなるんですけど、まああっちでそのサッカーでお金もらえるお金によっては確かに日本より働かなくてよくサッカーにフォーカスできるっていうところはあって、でまあそうですね、結構、まあ、いつも動画だけ見て選手を送ることも多々あるんですけど、生で見ないとやっぱりどんくらいいけるのかっていうのは分からないんですけど、まあ多分
最初6部ぐらいのカテゴリー大体にトライアウトを受けて、まあ、お金が出るのか7部に行くのかそれとも5部に行けるのかっていう判断する感じのプレー動画内容だと思ったって感じですね。だからいくらとかっていうのはちょっと分かんないですけど、ドイツで何部までのそれ10とか11ぐらいまであるんですか。ありますあります。で、まあ、そうですね、ちょっといいですか、そもそもそのドイツ の、 あの5部6部のレベルがちょっとピンとこないんですよ。ああ、確かに日本で言うとっていう、はい、確かにそれどんな感じですか。俺個人的な意見ですと、まあ、もちろん5部でも上から下までありますし、地域によって強さが全然違うんですけど、いやでも県一部の強いところぐらいじゃないですかね。県一部リーグ、あの東京とかの、東京都一部リーグとか、埼玉県一部リーグとかとかの強いチーム、関東リーグまでは俺は行かないと思います。まあ、5部の一番強いところはそれぐらいあると思います。関東リーグレベルは。じゃあ4部とかっていうのは結構じゃあもうレベル高い。4部はめちゃくちゃ高いです。もうプロ契約でのプレーになってくるんで、それこそ本当5部と4部の壁がめちゃくちゃ厚くて、そこが一気にレベル上がって J3 とかそのぐらいのレベルのチームも出てきてって感じです。そうですね、具体的になんか戦略というか何年スパンで上に上がっていくとかってなんかイメージ、結構イメージトレーニングしてるみたいなのも言ってたんで、何歳ぐらいで着地そのカンプノーにいるのかみたいなとか、どういうカテゴリーで上がっていく予定とかって何かあったりするのかな。その、まあ、一番最短で自分が考えていけるなとは28歳か7歳、で自分自身もその、まあ、来年チャレンジしに行くとした時に、まあ、6部か5部がスタートだなっていうのがあって、でその、まあ、なんていうんですかね、海外だったら結果得点とかがすごい重視されるので、でもその自分自身もその3年、まあ、海外に行って3年間ぐらいその、まあ、やって自分の目標を無理だなって思ったらサッカーもやめようっていうのがあって、3年ぐらいやってみてその筋書き通りにその3年間行かなければ多分バルサでプレーするっていうのがおそらく難しいから、だいたい25歳ぐらいまでに想定通り行かなければやめるかなみたいな、あサッカー自体をもうやめるみたいな、サッカー自体をやめたいな、25まで。まあ、これはめちゃめちゃ全然サッカーとは別の視点でいうと健全というかいいかなと思ってて、もし仮に社会人になるってなっても、やっぱり25歳までであれば新しいところ就職先とかも多いとかはあったりするね、現実的な話でいうと。なんか難しいっすよね。なんかその話聞いてて、まあ、僕ら支援者って、いや応援したい、こういう人たちを応援したい立場なんですけど、そのなんかこのチャンネルって僕は今にこうスタートしたばっかなんですけど、なんか何が何でもお金出して行かせることだけがゴールじゃないなっていう、これを結構伝えたくて、でなんか僕らのこうお金って本当に僕出す気でいるんですよ、いろいろストーリー性もあるし、ただ多分自分もその要はアルバイトして貯金して、まあ30万40万ぐらい貯めて海外行かれたってすごいと思うんですよね。その時のお金すごいこう大変だったじゃないですか。で僕らってやっぱりこういわゆる会社を経営して、だからその自分もそうですけど、いろんなこうスタッフとか人たちが頑張って働いたお金でもあるんですよね、でいわゆるお客さんからもらったお金でもあるんですよ。そのお金を使いたいと思ってるんですけど、そのどういう人に使いたいか、でさっき今リカルト君が言ったように、その1個25で辞めるっていう決断をするから社会人としてはすごくいい決断だと思うんですけど、ただその人に25までにできなかったら辞めますって言ってる人にお金を出すか出さないかってなると、なんか俺の中では違うなみたいな、まあ、難しいと思うんですよ。別にこれ正解不正解ないと思うんで、なんか俺を使って出んならし、なんかいや俺40、50でもいくらでも続けますよみたいな、で俺らがこう言うと、いや俺絶対なるんだスペイン行ってみたいな、
もう行きますよみたいな人にお金出したいなって思うところはあるかなっていう。でもその1個の自分のね、うん、決断としてはすごく大事、まあ辞めるっていう決断も大事だと思うんで、うん、なんて思うんですけど、俺も思いましたね、それは、うん、両方正解ですけど、うん、まあ、サッカーが本当に大好きでやるっていう人だったら、そのまあ夢、目標は変わるけど、サッカーで飯食いたいとか目標が変わってもサッカーが大好きだったらやっぱ辞めるっていう決断には至らないですし、でもその家庭とか作るのはそんなこと言ってもらえもしないですし、うん、まあ、どっちも正解なんですけど、まあ、これは俺らの多分受け取り方に、うん、あれマジで変わるんですけど、でも行動力は、はい、あるよね、あっちから来てるっていう時点で。俺いろんな選手見てるんですけど、うん、その環境確かにないと思うんですよ、田舎の方とかになると、うん、それで東京まで来てっていう時点で普通の選手っていうかよりもう行動して本当にここにも来てるしっていうのはめちゃくちゃあると思う。いや、すごいと思うよ、めちゃくちゃ。俺はあのインスタの DM でやりたいときもそうですけど、あのレスポンスとかも早くて、多分リカルド君とかも人材派遣のいわゆる会社やれて分かると思うんですけど、結局そのなんか仕事の能力ができるどうのこうのよりもレスの速さだったりとかって大事だと思ってて、なんか結構本物のサッカーバカが多いなみたいな、なんか例えば今回も20件ぐらいいわゆるまだ告知して10日間ぐらいですけど20人ぐらいあったんですよ。でもここに来れないとか、あと日程別日でお願いしたいですとか、よくその質問できたなみたいな、うん、なんかぶっちゃけなんか俺がもしこっちの挑戦者側立場だったら、いやその自分のチームの試合がある、いや休んで来いみたいなで俺は思っちゃうんですよね。でもここに来れてるっていう、うん、その行動力は俺はめちゃくちゃリスペクトして、うん、これ今後出る人にも伝えたいのが、でズームでいいですかとか言ってきちゃう。なんで俺らお金出すって言ってるの、なんでズームのやつに金出すみたいな、なめてるかみたいな、うん、で結構そういう動画もすぐ送ってくれて、うんうん、であれしかも結構好き YouTube やってるじゃないですか。なんか普通 YouTube やってたら試合集とか上げてるよね、はい、試合でそれを送ればいいじゃん。でもさ限定公開になってたそういうの YouTube って、いわゆるこれ用に作ったってことだね。そうです、で結構そういうところも俺はすごいなって思ってて、うん、そうだから結構素直に俺嫌いか好きかだったら好きかなみたいな嫌いか好きかだったらね間違いないですけど、